今回第4回、ダイバーが教えるダイビングの魅力ということで、今回はね、ダイビングをやってくれる人のためにその機材、あれレンタルもあるんだけど、レンタルとかそういうのがあんまないものとか、レンタルがあってもね、自分で買って他でも遊べるみたいなものを紹介していこうと思います。まず一つ目はマスクとシュノーケル。多分知ってる人は多いと思うんだけど、知らない人のために説明すると、ゴーグルはね、普通にもう完全に目から鼻まで覆うやつなんだけど、シュノーケルって筒状で口に加えるものなんだけど、水面に顔をつけた時に口からホースが出てて、それでそのホースから空気が吸えるみたいなっていう簡単な構造のものなんだけど、それってね、結構いろいろ使い時があって、普通に海水浴してる時に友達と一緒に遊ぶ一つのものとして使ってもいいし、シュノーケルっていうダイビングの一歩手前みたいな、あれ水面から海中を見るみたいな、それ楽しむっていうスポーツがあるんだけど、その時にね使ってもいいの。シュノーケルってガイドさんいなくてもできるから、だからあれそういう気軽にできるし、レンタルもね結構安いんだけど、安いから友達と行く場合は友達に買ってレンタルで借りてもらったりしてもいいし、そういうふうにいろいろ遊べるものなのね。だからあんま高くないし、一つ買っても全然損はしないと思うってことでね、二つ目に行くんだけど、ごめん、ちょっと注意事項があって、ゴーグルなんだけど顔にフィットしないと普通に水が入ってくることは結構あるから、それはね買うとき店の店員さんとかに聞いて、ちゃんと自分に合ったゴーグルを買ってください。じゃあ気を取り直して2つ目に行くんだけど、2つ目に紹介するのは水中カメラ。海の魚撮ってもいいし、普通にね外でも陸でも使えるからいいと思うんだけど、ただね普通にガイドさんいる場合はガイドさんが持ってる、ほぼほぼ持ってると思うから、確かに必須ではないのね。けどね、必須ではないんだけど、海の中ってやっぱり喋れないから、ジェスチャーで写真撮ってて伝えたり、メモに書いたりして伝えるしかないんだけど、そうしたらね、たまに撮りたい魚がもういなくなっちゃったりする可能性があるから、それが本当に嫌な人、自分の写真こういう風に撮りたいみたいな構想がある人はぜひ買ってほしい。ただやっぱりね、カメラだから結構高いから、お金に余裕がある人だけ買ってもいいかなっていう、必須じゃないけどあったら便利枠なのかな、これは。そう、じゃあ次いくね。3つ目、水中ノートっていうんだけど、これはね、大体2つのタイプがあって、1つがもう耐水性の紙でできたもうちゃんとしたノートと、あとマグネットペンを使った、なんか子供の時お絵かきする時にやった砂鉄かなペンで書いてその文字が浮かび上がるみたいな、で消す時もレバーみたいなのをガシャって一回やればすぐ消えるってやつなんだけど、これねやっぱり海の中だから言葉通じないからジェスチャーか書くしかないんだけど、やっぱりねノートがあった方がもう本当に相手に誤解することないし、すぐに伝わるから、やっぱりこれはノートがあった方がやっぱりおすすめです。でね、この2つのタイプどっちがおすすめかっていうと、俺的にはやっぱりねマグネットタイプ、マグネットタイプって何回も消したり書きたりするから、ノートみたいにページがなくなっちゃったみたいなことがなくなるから、やっぱりね
それ何回も使えるっていう点でやっぱりマグネットの方がいいかなって思う俺は。それね、これもやっぱ値段が安いからそう気軽に買えるって点でおすすめで、これ次行くんだけど多分最後、これが最後最後に説明するの、紹介するのは、まあ、ダイブコンピューターって言って、これはね、ちょっと他のと違ってダイビングにしか使えないんだけど、ダイブコンピューターってね、やっぱり腕時計タイプなんだけど、これってあれ深度とか測ってくれたり、あとあれ海に浮上、水面の方に浮かぶときにちゃんとその速度を測ってくれて、この速度危ないですよみたいな警告もしてくれたりする、まあ、初心者にとってはやっぱりむっちゃ便利なコンピューターなんだけど、やっぱりコンピューターだからね結構高い、多分最低でも 3,4 万ぐらいでね、これ多分本当にレンタルしてたところが少なくて、でね、本当にこれ紹介するか悩んだんだけど、やっぱり初心者って浮上するスピードとか多分あんま分かんない人がほとんどだと思うから、多分これなくちゃやっぱり危ないんじゃないかなって思って、そう、それね、これあれいいところが深度から今も潜れる時間を計算してくれるから、あと何分で上がりましょうみたいなことも教えてくれるの。だから事前になんかこの深度の時は何分までみたいなことを計算して予定に入れるんだけど、まあ、その予定がねあれなくても、まあ、あれ普通やんなきゃいけないんだけど、なくてもそう計算がそう計算がしてなくてもそのコンピューター見ればすぐ分かるから、やっぱりねそれはあった方が絶対に便利だからね、これは高いんだけどぜひ買って、ダイビングする人はぜひ買ってほしいと思う。でね、この4つ説明したんだけど、多分ねまだみんな説明してもピンとこないと思うから、あれ一回ねもう本当にダイビングしてこの4つがあるところ多分何個か探せばあると思うから、まあ少ないと思うんだけど絶対にどっかしらあるから、まあそこを限定で行って全部レンタルして、そのどれが便利かみたいな、便利なものを買おうみたいなこと方法もあるので、実際に使ってみて買うって考えるっていうのもいいと思うから、まあね、この4つぜひ考えてみてほしいです。まあね、この動画が気に入った人はチャンネル登録といいねお願いします。